ロボットは2010年のインドの SF アクション映画。インド映画としては破格の37億円を費やし、制作された。日本では第24回東京国際映画祭で上映の後2012年に劇場公開された。工学博士のバシー・ワラン博士は10年の歳月を費やして自分に似せた高性能の人間型ロボットを作り上げた。 バシーの母親により、チッチと名付けられたそのロボットは、強大な力と、明晰な頭脳で、街の不良を懲らしめ、バシーの婚約者であるサナを守り、スーパーヒーローのような大活躍を見せる。しかし、大火事のマンションから住人たちを救い出す際、チッチは、感情や常識、デリカシーを持たないがゆえに、助けた全裸の女性が周知で走り出して、交通事故に遭うという悲劇を起こしてしまう。 それをきっかけに、バシーは、チッティに感情を持たせることを決意。苦心の末に成功するものの、よりによってチッティは、さなに恋してしまう。一方、バシーの恩師である、ボラ博士は、自分の作っている人型ロボットが思う様に動かず、バシーに激しく嫉妬していた。彼は、ジッティが、ロボットの公的機関に認定されるのを審査員の立場で妨害し、また、バシーの部下2名に、 神経回路のデータを渡せと必要に迫っていた。サナに恋するあまり何かにつけ、バシーと張り合うようになったチッティ。しかし、パーティー会場で突然サナとの結婚発表を行うバシー。愕然として、サナにも愛は人間同士のものと悟されたチッティは、バシーによるインド軍へのデモンストレーションの際、戦争を否定して愛を解く言動を見せ、 軍の幹部たちを呆れさせる。大恥をかかされたバシーは怒りに任せてチッティを斧でバラバラに破壊して廃棄するが、ボラ博士はそれに目をつけ、ゴミ廃棄処分場からチッティの体を回収する。チッティを修理して優しい言葉をかけ、まんまと神経回路のデータを入手したボラ博士は、チッティに100人殺せる悪の回路を組み込んでしまう。ボラ博士は、 バシーの神経回路の技術で戦闘用の人間型ロボットを完成させ、他国に売り渡すつもりでもあった。しかし、強力な殺人兵器として蘇ったチッティは、ボラ博士すら殺害し、彼の試作ロボットのボディも利用して、自分のレプリカを大量に生産。ついにはサナを誘拐し、自分のアジトに監禁してしまう。暴走して、街を破壊し、 邪魔をする警察官や兵士たちを平気で殺害し始めたチッティからサナを救うため、チッティになりすましてアジトに潜入するバシーだが、サナとの接触には成功するものの人間であることがロボットたちにばれ捕らえられてしまう。なんとか脱出したバシーとサナはレプリカたちと共に多人数で変幻自在に組み合わさって街を破壊するチッティに対し、 そのプログラムを書き換えられる車両に乗り込み、最後の決戦でチッティを磁石で固定し、悪の回路を抜き取る。裁判でバシーは大量殺人と破壊の罪で死刑になるところを、チッティは、機械は事故を起こすが殺人はできないと語り、自らを分解する。20年後、人工知能博物館の記念品となったチッティは、見学者の女子生徒たちに感情を持ったからこうなったと語る。 カッコ内は日本語を吹き替え、なお、日本では完全版の上映時にも休憩が入らず、途切れずにそのまま上映される。ありがとうございます。